嫁さんになる人は今はどこで何をしてるのだろう。頬を撫でてくるそよ風みたいな声、寂しがり屋だなんて柄でもないよと、いつも背中を優しく叩いてくれる、どこか気の合うそんな瞳の子。辛い時でも微笑み忘れずに、ちょっとしたとこにもすぐにあしゃぎ回る、僕のお嫁さんになる人は可愛くて優しくて心が強くてとても陽気で、ちょっと慌て者、とても陽気で